今回ご紹介する商品はアンチグラビティマイクロスタートキット XP10 です。バッテリー上がりでエンジンがかからない、そんな時マイクロスタートがあれば簡単にジャンプスタートすることができます。実際にセルの回らない車両を使って使用方法などを説明していきます。わかりませんね。付属のクランプをインプットに差し込んでください。準備はこれで OK です。バッテリーにつなぎたいと思います。しっかりとバッテリーターミナルにクランプさせ、テストランプが点灯していることを確認してください。ではエンジンスタートをしてみたいと思います。わかりましたね。次はバッテリーがない状態での通電確認方法を説明します。バッテリーに取り付ける配線を直接クランプします。バッテリーがない状態ですとテストボタンを押さない限り電流は流れません。これで通電確認方法は終了です。また注意点として、正しくクランプできていないと火花が出たりコードが熱くなったりして大変危険ですので、必ず取扱説明書をよく読みお使いください。次は付属のご紹介です。ミニジャンパークランプ、ラットトップケーブル&チップ、モバイルチャージャー、ウォールチャージャー、 4-in-1 USB ケーブル、 USB ソケットからあらゆる機器の充電が可能です。 iPhone4、 iPhone5、 iPhone6、 ドコモ、 iPad mini、 iPad。 本体には LED ライトが搭載されていて、非常時の時や夜間作業に便利です。アイデア次第で様々なことができる商品です。本体サイズはとてもコンパクトで、サドルバッグなどにも収納が可能です。容量違いの2種類を販売しておりますので、ぜひご検討の上お買い求めください。